平木き橋は兵庫県加古川市にある水路橋。平木き水路橋とも呼ばれる土木学会による近代土木遺産2800選に選出されている。アーチ部には三影石、その他の部分には赤レンガが用いられた白と赤の対比が美しい礎石作りの一連アーチ橋である。山高は疎水事業の一環として、 農業用水の総水用に建設され1915年に完成したが、貯水池である開池が機能しなかったため実際に利用されたのは数年間のみであった。1949年頃には橋も放置され、その後は忘れられた存在となっていたが、2000年代に入り土木学会の調査で水不足に取り組んできた歴史的背景や建築物としての美しさ、 レンガと石を組み合わせたアーチ橋は稀であることなどから再び脚光を浴びることとなり2001年には B ランクとの評価を受けた東、ハリマ南北道路の建設予定地内に位置することから保存の声が高まり現地での保存も検討されたが西に 1km ほどにある前の池と呼ばれるタム池へ移設保存されることとなった解体 移設工事は2008年3月27日に着工され、2009年3月25日に移設を完了した。2010年1月29日には土木学会選抄土木遺産に選定され、同年3月5日には加古川市指定文化財に指定された。ありがとうございます。